こんにちは、榊町のキーナです。今日はコーヒーの話の続きなんですけれど、前回のビデオに質問いただいたんですので、今日はその、2つの質問に対してお答えさせていただきたいと思います。まず1番目の質問なんですけれど、どうやって木豆買ってる時に美味しいかどうか分かるかということなんですけれど、まずは手元に今日テーブルの上に出してるコーヒーを少し説明いたします。前回たくさんボウルに入ってた豆、これマンダリンのリントンのものなんですけれど、これはかなり高い方のコーヒーで、マンダリンとしてちょっと珍しくて、加工方法はユッカではなく、アフリカのようにテーブルの上でやってるそうですけれど、非常に色はよく、味がいいと思います。で、これはタイのピーベリー、この場合は友達、タイの友達に追っていただいたんですけれど、非常に貴重な一つの農場、チャンライの北の方の農場からでして、これも貴重なんですけれど美味しいですね。で、こちらの後ろ、この2つに今入っているのはラオスのアラビカなんですけれど、私は 3,4 年前コーヒーを焙煎し始めた時、ベースとしてよくラオス使ってたんですから、しかし一昨年、2年前ですね、ちょうどどっちの問屋さんでももう売り切れになった感じだったんですから、しばらくちょっと他のものはベースとして使ってたんですけれど、最近その間に使ってたものも今度売り切れになってるんですから、そろそろ何か他のもの見つけなくちゃと思って、たまたまちょっと他の問屋さんがラオスであったんですので、ちょっと試してみようと思ってるんです。ですから、どうやってコーヒーを買うときにいいかどうかということなんですけれど、確実ではないですね。ギャンブルか、宝くじのようなものですね。あるいは私はギャンブルは苦手なんですけれど、ある意味でもしかするとコーヒーでギャンブルしてるんですけれど、私が望んでるのは自然の、ブラックで飲んでるんですので、自然の甘さ、それとボディ、何かの特徴、その合わせは、そのバランスは非常に大切だと私個人的に思ってるんです。味というのはいろいろ人によって変わると思います。私が30年前日本、東京に初めて来た時に、当時は携帯がなかったんですから、友達と待ち合わせすると喫茶店で待ち合わせたんです。だからたくさんコーヒーを飲みました、その時代でも。で、アメリカから来ると、アメリカの当時のコーヒーはほとんど南米、中米のものだったんですから、自分の口にそれが一番あったんですけれど、当時は東京のあちこちの喫茶店ですと、彼らは集中的に飲んでる、おすすめしてるのはアフリカの豆とアジアの豆だったんです。これはどうも当時は私の口に合わなかったんです。しかしこの30年で私の味が随分変わってきて、で、それとともに
日本で現在流行ってるコーヒー豆は、私の目から見ると中米と南米のものが多いんですけれど、私は逆にアフリカとアジアのものが気に入ってるんです。ですからコーヒーを木豆で買うときに、以前はどういうものは飲んで美味しかったと考えながら、このコーヒーは似てるようなものかどうか考えてるんですね。それは、地域のこと、格好のこと、遺伝子のこともあるんですけれど、いろいろ、専門の考え方があるんですけれど、そんな、きちんと考えてなくて、ギャンブルですから、とりあえず1キロ買ってみて、私の場合は、焙煎は 250g 1回でしてるから、4回分のものをちょっと試しとして買ってみて、で、気に入ったら、さらに、この場合は5キロ買ったんですけれど、そのぐらいの単位で安くなるから、2度目の注文としてそれをするんですね。私が、自分で焙煎してるんですから、焙煎した豆はあんまり買ってないんですから、焙煎してない人であれば、例えば以前気に入ったコーヒー豆のラベルによくどこからのコーヒーだと書いてあるんですから、それを参考として、例えばこの場合はアメリカのバーモント州で、私飲んだことないけど、うちの父からもらったんですけれど、ラベルとして、これはモカジャバのバーモント州の焙煎屋さんのもので、この場合は、イスオピアとインドネシアの豆を使ってるんですね。で、私の場合はよくモカジャバは昔から好きですから、そのブレンドを考えて、アジアのものとインドネシアか、あるいはこういうようなラオスのものでもいいと思いますけれど、あとアフリカか、アラビアのものであればと、そういうブレンドはできると思います。ですから私の場合は、宝くじと言っても大きい、まずは1キロ、そんなに大きいリスクはないですから、それで買ってみて4回あるから、私の焙煎方法はそんなに素晴らしいやり方ではないんですので、熱と空気と回す速度も左右できることは可能ですけれど、4回でちょっと自分でチャレンジしていい味が出せるかどうかというような考え方、個人的にあります。で、もしその4回で気に入った味であれば、さらに、5キロぐらいのものを買ってみるということです。今日はまたこのビデオをご覧になっていただいてありがとうございます。ぜひご質問、コメント、ライク、よろしくお願いします。また会いましょう。